2021年8月29日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は新曲のコンフュージョンのミュージックビデオの撮影をしたので、そのことについてここに残しておきたいと思います。今回も親友が撮影協力をしてくれて、もうすごい面白いものが撮れました。なんか本当に今回の曲の世界観を伝えるにあたり、いろいろ構成とか最初考えていたんですけれど、でもなんかやっぱり撮り始めてみて思うことがたくさん出てきて、なんかいい意味で考えていたものと違う、もっともっとシンプルを極めた形の映像が撮れたんじゃないかなと思っております。もう早く今は曲とともにこの映像を皆さんにお届けしたいという思いが一番に今あります。もう早速今日これで編集に取り掛かるんですけれど、もう早く編集を頑張って皆さんにお見せできるようこれから頑張りたいと思います。本当にいつも撮影の協力をしてくれる友人には本当に感謝しかなくて、普通だったら絶対に何回も何回も同じ場面を撮らされたりとか、この角度でとか、このアングルが欲しいとかっていうので、もう何回も同じの撮ったりっていう、その繰り返しなんですけれど、もうそれを一生懸命その作品を一緒に作り上げようとしてくれる、なんかそれがすごく伝わってくる瞬間が何度もあって、もうこんなに幸せなことはないなって本当に思いました。自分一人では絶対に撮れない迫力のある映像であったり動きであったり、本当にそれはもう友人に感謝です。本当に心からありがとう。そうやって周りの方々に支えられて今があるので、そういう感謝を忘れずに常に前へ、友人たちとそして皆さんと前に進んでいけたらいいなと思った一日でした。今日はそんなこと思ったのでここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。